はい、山田店長のどうでもいい話です。今日はこのテーマです。企業の本社ビルの写真を集めてみました。それでは今日も3分、アドリブでいきます。スタート。はい、まず1件目がここですね。セガ、日本の企業です。これがセガの本社ビルだそうです。まあ普通ですね。と次がフォード、マークが入ってるんで分かりやすいですね。フォードっぽいですね、なんかね。で次はちょっと形変わってますね。ナムコ、ゲーム会社ですね。まあまあちょっと変わってます。で次はスタバ、スターバックス。これなんかスタバらしいですよね。マークがあってなんか学校みたいですね。で次がドーン、コカ・コーラ意外と普通。で次が日本の京セラですね。普通なんですけれども、実はこれあのソーラーシステムがもう張り巡らされてるってことで有名らしいんで載せました。で次が FBI、 なんかかっこいいですね、なんかね FBI。 で次がですね ING っていう会社なんですけども、ちょっと何の会社か知りませんけど、すごい変わってますねこれね。耐震性に問題ありみたいですけど大丈夫なんでしょうか次が NATO、 かっこいいですね。調べましたら北大西洋条約機構っていうとこですかっこいいですねこれ。なかなかどうなったかよくわかんないけど。で次がこれまたかっこいいですね、靴のメーカーですね、アディダス。で次がこの金色なところがカナダロイヤル銀行ということで、すごいピカピカして、うん、かっこいいですね。金の延べ棒みたいで。と、どこにあるのかよくわかりませんけど、スコシアバンク、銀行ですね。うん、かっこいいです。と、ドイツ銀行だそうです。うん、これもかっこいいですね。と、これまた何の会社かよくわかんないんですけど、トタルっていうところの会社の本社ビルだそうです。で次がパナマウント、映画ですね。うん、らしくていいですねこれも。で最後にベスト3です。私が思った、かっこいいなと思ったベスト3の建物が、まずはこれ、マクラーレン、かっこいいっすねこれ。あの F1 チームですねの、本社ビルっていうか開発ビルなのかよくわかんないけど、マクラーレンだそうです。で第2位がこれ、 GM、 すごいですねこれ、要塞みたいですねで第1位がなんと我が日本から出しました、これです。どこでしょう、大阪府警だそうです。かっこいいっすねってことでなんとか日本のビルを1位にしたかった山田店長でした。ってことで今日の話を終わらせていただきます。それでは皆さん、さよなら、ありがとうございます。